リンバーガーは、ベルギー国、リンブルフ州、リエージュ州を起源とするチーズで、その花をつくような悪臭で有名である。ランブールあるいはリンブルガーとも呼ばれる。アメリカ合衆国とドイツで生産されている。リンバーガーや、その他、ウォッシュタイプのチーズを発酵させるために使われる、バクテリアは、ブレビバクテリアムリン,ンスであるが、このバクテリアは、 人間の皮膚表面に生息し、人間の体臭の原因の一つとなっている。このバクテリアが使われる理由としては、リンバーガーを作ったリンブルフの修道士が、もともとは足で踏みつけることによって牛乳とカードを混ぜていったのが起源であろうと言われている。現在、北米でリンバーガーを唯一生産するのは、ウィスコンシン州、モンローのシャレーチーズ共同組合だけである。ウィスコンシン州では、 チーズ製造者の免許なしでこのチーズを生産することは違法とされている。リンバーガーチーズとその特有の匂いは様々なメディアで頻繁に笑いの種にされている。代表的なものではチャップリンの喜劇映画単へ十』における残酷戦の描写で主人公が故郷から届いたリンバーガーの匂いをかぐなりガスマスクをそうめんして挙げくに敵の残酷へ投げ込んで パニックに陥らせるといったシーンがある。2006年には、オランダの研究者が、マラリアを媒介する下であるガンビア浜ダらかのメスは、リンバーガーと人間の足の匂いの両方に等しく、引き付けられることを証明した功績に対し、イグノーベル賞を受賞している。ありがとうございます。